私もここ書けなかった。もうちょいで思い出せる気がするんだけどな。なんだっけね。原田くんならわかるのかな。いいよ、聞かなくて。原田くん。ん？婚電永認取材法の婚って書いてみてよ。ああ、わかった。なるほどね。すがこんな感じです。ありがとう。いえいえ。てか字めっちゃ綺麗じゃん。一応習字習ってて。あ、でもまだ書道三段だからもう全然大したことはないんだけど。三段なんて全然すごいよ。本の字だけでいいんだけどな。焼きもち焼いてんの？原田くんが勉強できるからって。いや、そんなんじゃねえし。てか部活引退したの最近だし、俺暇じゃなかったもん、こいつみたいに。それは知らないけど。じゃあなんでちょっと嫌なこと言うの？せっかく教えてくれたのに。そりゃお前さ、自分の彼女に自慢げに特技披露されたらそりゃ機嫌悪くなるだろ。特技の披露って。綺麗な字で教えてあげたらかっこいいぞって思ったんだろ。狙ってんじゃん人の彼女。いや、そんな本気で書いたわけじゃない。本気で書いてないってかっこつけてんじゃん。何怒ってんの？ほんとごめん、なんか嫉妬しちゃったみたいで。ああ、なんかごめん。せっかく教えてくれたのにあの言い方なくない？原田くんごめんね、気にしないで。もう恥ずかしいからほんとやめてよ。でも絶対電永年資材法の部分いらないでしょ。はいはい、分かったから早く丸付けしよう。間違えて落としちゃった。何して？拾わないと。